昨日朝まで寝て早喋ろう。また企画出ました。俺ね、親の年金もらわないで大和川ホームレス5年しとったんですよ。大和川海岸のとこから800メーターね、海から。それをね、いろんな家庭で今クラウドファンディングになって億万長者になりつつあるから、それをアニメ化しますわ。だから皆さんお楽しみに。題名が言うときますよ。題名が、何せ、あ、違う、ホームレスから生活保護、生活保護から億万長者になった男の物語、ね。それをアニメ化します。全部行動もうだから2万文字で出来上がる。だからこれ、クラウドファンディングで集めますから、皆さんよろしく。それと一つ言っときますわ。配当ね、例えば1万円出してくれた人にはね、例えば配当が、映画が儲かったら1000円とかね、10% か。10% やるとは言わない。最初になるから、別にやらなかったらね。ほいで、だから100万円以上寄付してくれた方に、まあ、お金の多い順から、配当金差し上げますわ。そういうことで。ほいで、1万円でも配当金、1000円でも配当金差し上げますよ。それ言っときます。これアニメ化ね、今ね、やってるから、で、皆さんに教えておきますわ。西野キングコングは、アニメあれ1億集めたんですよ。ほいで、無料で見せる権利を今4000万か5000万集めてます。だから俺もそれをヒント言ったんじゃないけど、それで、やりますんで、皆さんよろしくね。今ね、銀行経営とね、ラスベガスじゃないか、カジノ経営のクラウドファンディングやって返事待ってるんですわ。それ URL 来たら多少集まって、で、これが第3弾目で、まだやってないけどね。それがね、いろいろね、難しいんですわ。あれ見てね、キャンプファイヤーでもいろいろ熟って申請のボタン押しても一瞬いかんのですわ。ほいで、写真が例えば5個あるでしょ、全部埋めんなあかんとかね、いろいろやかましいんですわ。夜中はダメとかね。夜の3時ぐらいでスイッチ入らん。3時まで入ったけど、4時なんて入らんとかね。だから普通の人は稼げません。西野キングコングは頭に15社経営してるんですよ、インターネット経営。わしは儲け、それよりクラウドファンディングで儲けた方がいいと思うんだけどな。まあそれが、だからこの頃他の人見ると雑魚に見えてね、なんつうかな、子供の夢とかね、税金に追われてね、だから情報商材、よしとでしょ、情報商材転売の売っとるけどね、本人探したけども、もう追っつかない、税金で。で、稼ぐの1億か2億っても、規範決まっとるからね、そういう人は。俺の場合、クラウドファンディングで何本でも稼げるでしょ。全世界もやるしね。だから私のクラウドファンディングで、名前と住所入れてね、やったら男ですよ。ああいう時にカジノ経営もあるし、銀行経営もあるし、ねえ、俺今の勢いは JR も買い取ろうかっていう勢いですよ。JR ね、見たらね、営業利益が1000億らしいですわ。それで資本金が1000億でね。多分ね、5000億あったら買収できますわ。じゃあ JR の社長は俺ですよ。伊藤忠も買収できるな。だからそんなこと言うとんですよ、俺。もう歩きながらね。だから人間は現実化する。au タクボとかね。ソフトバンクタクボとか以上。タクボソフトバンク。まあこんな感じで以上。